今日も一日お疲れさん、どうもしこです。そうだよです。やついけです。キリです。今日の企画は 99% 女子が沼る男の特徴。はい、ということで、今回まあ祝賀締めまでね、あの企画やっていきたいと思うんですけれども、よしよし、やっていこう、今日もね。あの今回は女子が沼る男の特徴ということで、実際こういう男の人にめっちゃ沼りましたみたいなのをまあ今回読み上げていって、ケリーとかにね、なんか解説してもらおうかなと思って。任してや。ケリーとかに。あと、ついに触れなくなった。触れてあげてください。ケリーですって言っちゃったよ。入ったらしい。そうそう、その中で入ってるから。拍手でかすぎて拍手でかと今回だから女性目線をプラスされてるんでね、経理が来てくれてるんで、はい、お願いします。皆さんお願いします。はい、それではやっていきましょう。どうもありがとう。でこれなんか余計女性意見も入るからさ。いやそうよ、これマジでそうやわとかさ、いやこれは沼ってんのはどうなのとかね、うん、言えるからね。経理よう沼るだろ。待ってよ。はぁ、失礼なんですか。失礼だ、普通に。失礼だ、まあ、失礼だ。そう、なんか沼りやすい女やろみたいな言っちゃうんでしょ。だからカブニンやろみたいな。何すよ、分かんないの。大恋愛ばっかやろって話よ。ああ、まあまあまあ、それはまだ深い恋愛しかできへんやろって。浅い恋愛もできへんやろって。えっ、あ、F の楽園何やねん。そのスタッフ押してくんなよ。普段は仕事バリバリやってるのに、二人きりになると急にダラダラしだして低い声で話してくる人。おお、へえ、なるほど。ギャップだよな。そうだね、逆に低いならね。甘えん坊とか言ったらそうなのかな。甘えん坊とかと思ったら、俺はそのイメージだったけど。あ、まあダラッとするって感じなのかね。キーハランみたいなしか。あー、そういうことね。キー張ってる人のオフを見れるってことね。そうやな。あー、だから甘えとかと似てるよね。まあ、ちょっと似てるか。だから一緒に飯食ってて、急にあ、ごめん仕事やわって電話してる時とかはめちゃめちゃパキパキ喋ってるけど、あー言って、これで低い声で喋るってことだよ。それいいかもね。いいや。なんかちょっと違うかもしれないけど、あの男の人が電話でお店予約してる時ってやっぱさ、ちょっとさ、かしこまるじゃん。なるほど。その時キュンとしたね、焼肉屋予約してる時。そういうのかもね。そういうこと。キュンとくるんや。うん、くるくるくる。それだけで。あ、なんかちゃんとしてる。ああ。で、また戻るっていう。はいはいはい。いいね。普段は気抜けてる方がいいんや、そういう人。だからもうギャップだよ。うちの、まあ、モダ、元旦那も、モダ、そう、モダって言うんですけど、すんごいオラオラ系っていうか、男って感じだけど、外では。でも家では優しい感じになるから、そのギャップは自分しか見れないっていうのはいいかもね。なるほどね。男性もよくない？自分しか見れない。あみたいな。別にグッと来ないんだ。まあ俺はね、別に何でもええ。魅力的な人は別に魅力的やから。なるほどね。外にいても中にいてもね。あ、じゃあ女性だけなのか、特別感は沼るね、確かに。うん、安井家はそう、よう言うてるよ。まあ僕は特別になりたいって感じですけど。わかるよ。仕事の電話とかしだして、かっこよかったら結構いいかも、逆に。あ、女の子。逆にね。女の子が。クライアントと急に電話とかしだして。なるほどね。メモメモ。やるときは自分からじゃなくて、私が我慢できなくなるような手つきで触ってくる。いやどういうこと。これは、これこそ分からへんわ。どういうこと。どういうこと。そんなん分からへんやんな。我慢できなくなるような手つきってどういうこと。基本的に誘うじゃない、男性から、うん、だから女性から行きたくなるっていうことだよね。まあだからムラムラするみたいな話や。まあわかるけど、ね、全部の答え経理に戻る。いやいや、違う、どういうことなのかなと。どうやってムラつかせちゃいの、女の子。でもこれさ、タイプによるから。だからこれは私みたいに誘えるタイプってことだよな、これな。だからボディタッチじゃねえか。やばそうやな、ボディタッチやな。すぐ行くやろ、男って。いや、ピンポーンやろ。でもそれをしないっていうことでしょ。ガッツかず、ガッツかない、ゆっくり触るみたいな。そう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 、余裕あるもんな、スロータッチや。低音ボイス&スローなトーク。低音ボイス来るんやね。やっぱ高音よりは沼るか。全部任せたよ、考えた結果、あったよ、俺ちょっと。聞いたことない。高音よりは沼るか。どういうこと。でも、色気あるってよう言うやん。あ、まあ、でもそういうことやと思うけど。だからあれやろ、落ち着きがあるってことやろ、多分。てかまあ、余裕があると沼るよね。あ、私を前にして余裕あるんだっていう。あ、そっちもあるんすか。いや、それもあるでしょ。既婚者に沼るのとかってそうちゃうん。いや、そうそうそう、絶対そう、絶対そう。彼氏持ちがモテたりとか。そうそうそう、なんか私のこと好きすぎな
ないんだみたいなのが沼っていっちゃう、ね、なるほどな、がっついてない感じ、うんうん、これ沼っぽいね。特定の人に興味なさげで不意に優しくされて沼。うわ あなるほど、私だけか。でも特定の人に興味なさげだからな、基本だからあんまりない、あれじゃん、人にそんな興味ないとか、あなるほど、私にも含め、ね、そんなに多分興味のベクトルめっちゃ向いてるって感じじゃないけど、そんなしてくれないみたいな感じになっちゃう。いいね、あ確かに普段厳しいけどオフになると優しく接してくれる時がある上司。ああ、そのギャップだ。やっぱそういうところじゃん。こんな憧れんじゃん。これ沼るな。ギャップだ。ギャップでかいやろ女子は。女性は想像できるからね。こういうことしてるってこういうことなのかなって、いろんな可能性を考えるから、それで自分で沼っていくの。なるほど、いっぱい考えちゃうから。そうそうそう、そのギャップとかでもさ、はいはいはい、優しいのにエスっ気がある。どういう考えなの。深裏付け深だから奥底とか裏側とかだよ、沼がある場所は。あんる場所は、ある場所はちゃんとジャングル駆け分けていかないと沼にはたどり着く。そうそう、やっぱ地図はある、言っても。あ沼の、沼の地図は分かるでしょ。知らんぷりしてるだけやん。あるあるある、ハマってても知らんぷりしてるだけやん。知らんぷりあるある、こうやって乗りながら大丈夫ですハマってないでーすそうそう、あるあるあるな、多分な。仕事はできるがコミュ障変人上司、裏ではチューもエッチもうまい可愛い15歳上おじ。やっぱ年上に沼るのかな。えでも結構おじ多い、おじというかだいぶ上の上司とか仕事できるっていう前提でギャップ感じる。なるほどなるほど、多いんじゃないですか。沼るってだって先輩に沼ってるイメージだからね、学生の時とか。あんだけスポーツバンドやのにちょっと抜けてるの沼みたいなのがさ。ケイリーはどういう人に沼ったとかあるの。確かにだから年上に沼ったことないんだよね。へぇ、年下なんや。だからその上のギャップにっていうのが分かんない。だからモダーもそうですけど、うん、年1個上なんだけど、うん、かっこいい年上の彼が見せる弱い部分に沼ってたから、まあ沼ってるというかそこがいいなと思ってたから、うん、年下の沼りないのかな。私が落ち込んでる時にはすぐに気づき、笑い、元気、ときめきをちゃんとくれる。まだそういうことだよね。まあこれは全年齢版やんな、いけるよな。いいね、子犬系男子がやってくるよ。なんじゃいや、いいねいいよいいよ、いいよ。え、でもお前とかそれこそ量埋まらせてんじゃん。いやいやいや、そんなことありませんやん。元気って書いてるから。あ、いや無理だ。元気じゃないんだよ。お前元気と幸せ似合わないで終わりやちょっと闇ある系の男子に沼るくない女子。いやまあそうね、カラッと明るすぎるやつより。そうなんすか、ミステリアスな方が。だってもうこんなん読みたらいいけど、安行さんって2件あるもん今。さすが、体元浮いてたし毎回家まで車で送ってくれるのに付き合えなかった人に当時沼ってました。体の関係もありました。そうやんな、まあそれはもうそうやんな、ないと沼らないな、ないと沼らないな逆にな、でもさ、来させてんでしょ。あ、そうやね。だからもう私の沼の一個さっき見つけたの。お願いします。あの、来ての男。ああ、行く男って本命じゃん。来てっていう男、うん、いっちゃう。いっちゃう。何してんの。あ、これ、あ、違う。デートに広げんな。違う、違う。来てっていう頼める男の人って、うん、行きますってなると思うよ、女の人。余裕あるからな。車で送ってくれるってめっちゃなんか特別しみたいな感じでよく聞くんやけどさ、それってついでやん。めっちゃ普通じゃない、車運転してるとしたら。別に家まで送るのなんて30分1時間のドライブやったらさ、別に楽しいやん。いやでもそれめんどくさい男もいっぱいいるんじゃないですか。いやそんなに、だからこれで本命かって言って全然そんなことなくない。時間使ってるとかいう話じゃないと思うけど俺。いやでも結構時間使ってると思う男の人は多そうやで。それお前はどう思う。いや俺思わないけど多そうやで。お前思わへんやろ、ここ全員思わへんやで。それ別に送るやろ。まあ送る。やっぱそのだから沼っちゃうのって本命かなって悩むところから。だからその想像から始まるから。なるほどな。いやそうやんな、これって私のこと大事なのかも。そうやな、から入るから。車で送ってくれるはまあ沼だよ。プラスを探そうとすんじゃん無理やり。そうね、そうね、そうね、そうそう。だからなんか俺の周りはね全員別に送るから普通に。それでなんでそんなにみんな思うんやろっていうのが素朴な疑問なんや。え、これ徒歩は
徒歩徒歩で駅まで送るはちょっと遠目徒歩の方が確かに徒歩の方がだるいと思う。あ、え、そうなんや。あんまないかもそんな差は。徒歩でだって駅まで30分とか歩きたないもん。5分10分やったら送ってるけどな。かかる時間が一緒なんやったら別にあんまないかも。その媒体は気にしない。媒体送る媒体はね。そう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 。いたし中はいっぱいキスしてくれる、体の相性最高、職場では何かと助けてくれる既婚者の同僚。こら、あーもうさあ連れてこいよ。何か同僚同僚連れてきな、こその男悪い、こういうのが悪いんだよ。だからこういう男が悪い。そうだな、まあそうやな、ひどくない。いやでも分かって言ってるから半々やと思うね。どっちもどっちもアホですよ。どっちもしょうもないよ、うん、どっちもしょうもないよって言ったらもう終わりや。でもその隠してやってたら男が100悪いと思うけど、結婚してるとか結婚してて分かってて言ってるんやったらそれはもう今は半々なんちゃう。最初のきっかけはどうか分からんけど、最初から結婚してるって分かってて言ってたんやったらまあそれで沼ってるって言われてもまあまあ、そりゃそうですよね、うん、そりゃそうやな。既婚者に言っちゃう女子ってさ、なんでやん。多分これ認めたくないと思うけど言っちゃうね、はいはい、ごめんけど多分、うん、いるのに私みたいなのあるやろ。ああ、嬉しいのに選ばれてる感じ。うん、選ばれてる感がよりある。なるほど、なるほど。そんなさ、選んでもらって結婚してる彼女が誰よりも選ばれてんだけど、二者択一感があるよね、そっちの方が。なんか私が二択で勝った、こっちは大勢の中から勝ち取ってんだよ、うん、でも、そこと比べられた時にちょっと勝ってる気がしちゃうんだよ、多分合ってる時。だから優越感で沼ってるとかもあると思うよ。まあさ、そういうことか。結婚してるのにっていうね。そう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 、のに私に時間使ってくれてるみたいなところが、まあ承認欲求とかも満たされちゃうんじゃないのかな。気付けや、ほんまリーダー。ほんまな、何だよ。ノーチャンス、ノーチャンス。それだけはお前とか言っていじられる。こういうのを影のフィクサー、フィクサーというこういうの。そうだろうよ。それでまた俺が言われる。友達なのにとか、いつも親身に相談乗ってもらってるのに、伝してるの見てらんないですとか言われる。よく笑う男性、良くも悪くも感情が分かりやすい人に沼りがちです。ひどいね。あんまいなさそう。いや、分かりやすい人に近づく。いやいや、俺別にそんなよく笑わへん。女性といる時にってこと？ああ、そうじゃない。でも一番笑ってんじゃん、下手し。リーダー多分やばいで、多分こんなん言い出したら結構部長っちゃう、ずっと部長部長さ。女の子といる時結構笑ってるけど。あ、ほんま、うん。でもほんましゃべらへんとか言ってたからさ。付き合う前とかの話やろ、これ。だからこいつ付き合う前に帰ってるからさ。これ21位かけよ。追われる方が幸せなのは分かってるけど、追ったら振り向いてくれるくらいのイケメン。うわー、いやーそれなー、いいね、トストロートで。それなーなんや。だからいけるんちゃうかがあると埋まるのよ。だって完全にいけなかったらこっちもさ。いや、そう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 。いかないじゃん。それは確かに男女ともにですね、うん、私じゃなくて自分中心で生きてる人、私がいなくても満たされてる感じ。お、うん、それそれそれ、追いかけたくなんねんな、うん、これ男もよう言ってますよね、言ってる、うん、これはやっぱ一緒やね、うん、次付き合う人は結婚を考えてるから慎重になっちゃう、もう少し待ってほしいと言ってきた男性。可能性を残してくる男だよね、うん、こちら側に選ばせてくる男性は埋まるよ。あーあー、なるほど。考える時間が多くなるから。ああ、なるほどね。確かにね。しかもこの言い方やったら付き合うに関してはもう満たしてるんやって感じだもんね。うん、普段不愛想なのにすれ違って挨拶するときめっちゃ笑顔な年上。やっぱ年上なんだ。年上なんだ。これはけどなんかちょっといきそうやけど。いやいやいや、お前ら脳みそ腐ってんぞ、それは。そんな簡単にキュアってなる。キュア、こっちがもう特許取ってるから、最初。そのままだよ。そうそう、大特許取ってる。申請しちゃってるからしてるか。してない、してないわ、自分が。ソロの商標取ってへん。してるよ、お前らから下手がある。若い時の彼、少女漫画みたいな恋愛させてくれたけど、嘘つきマンでした。少女漫画みたいな、だからちょっとキザみたいな感じなのかな。理想通りみたいな感じなの、はいはい、王子みたいな。こういう人ってあんの、王子系。何もかも完璧っていうことじゃない、多分私もめっちゃ大事にしてくれるし、言葉とかを簡単にやっぱ大切だよとか、うん、愛してるよみたいなこと言って。だからハリボテ王子でしょ、うん、ハリボテ王子はやっぱいっぱいいるよ。かわいいねとか、感情に合った言葉を差し出せる男ってことじゃない。はいはい、あ、なるほどなるほど。だからその子でこう言って喜んでくれるなと思って言える男がいっぱいいるってことね。そう、だから疲れてる時にお疲れ様が言えるとか。うん、こういうのは引っかかったことはない、ハリボテ王子は。
ないよ。満たされる。なんか自分が特別なような、だからさっきの承認欲求の話じゃないけど、特別な気がするのよ、沼る男。そういうのってうすうす分かってはいいの？だから合ってる時は分からないよ。合ってる時最高に幸せで、合ってない時にしんどいっていうのが沼男だからさ。本当にいい男って合ってない時でも幸せだからね。お、いいね。いい言葉。そういうことやな。金色や。金色やったな。金テロ、金テロ。ありがとうね。久しぶりに出たわ。今はいいね。ええなー、金テロップ。俺ももらった。いいな。何ヶ月ぶり？何ヶ月ぶりよ、もう。俺が何回か言うのよ、今の絶対金やわって。絶対してくれへんねん。今回のしてよ。これどう？すぐ電話かけてくる、これで沼る？いや、これもう恋してるよな。あ、銀テロ。銀テロ。金に及ばずだ。及ばずか、あと一歩。だいぶ好きな時やったらもうな、そんな何でも嬉しい状態で。まあやっぱり夜がうまいに尽きる。まあ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 。どう？でもそれはさ、別に男性も同じじゃない？忘れられない夜の体験とかってずっと引きずらない？それは結構あるけど、俺は割るね、普通に。ただ夜が最高やった人。まあ確かにな、女性の方がそこと結びつくというか。まあだから感情が入っちゃうからね。から女性として沼るというよりも、その人との行為に沼ってるだけっていうのが、多分よりパキッと割れてるから。そうだね、そうだね。感情で感じてるからね、女性は多分。これがあるからその人に会いたいはないと思う。これがあったらその人とやりたいなっていうだけっていう感じやと思うな。だから男性ってやってる時だけ素直っていうか、思ってもないことバラバラ言っちゃう時あるでしょ。俺らはまだない方やと思うけど、全然あると。そうなんだ。ハリボテ王子とかはマジで言えるタイプじゃん。いや、そうだと思うよ。てか思ってないから言えるからな、その可愛いねとか、好きだよって。ドブテロだ。最悪の。そうやね、マジ騙されたから。思ってたら言われんくない？その本命でガチで思ってたら。あ、そのしてる時にってこと？する前とかでもさ、可愛いとかさ、好きとかってさ。こいつはセナ言われへんから。俺はそう、最初にしか言われない。脳みそに、脳みそ電流流さないの。どういうこと？バグってる時しか言えない。バグってる時しか好きだよとか言われへんから。え、どういうこと？手を出してこないけど、いつもそばで世話を焼いてくれる男。それは沼りそうやな。沼りそうやな。こんなん普通にええやつじゃないの？いや、てか好きになりそう。こんなん好きになったらあかんの？精神的沼ってあるんだね。どこ見てんの？見てた。いや、なんか黄昏ちゃうんだよな。遠く見ちゃう。だって今こっちだと夕日あったよね。夕日田んぼとさ、とんでもない出身。沼って大体体の関係あってからじゃない？精神的に沼るって、それ多分沼というか好きよね。おお。だから別にいいんじゃない？でも余計立場悪いかもな。肉体的に沼ってるより精神的に沼ってる方が。まさしかに。それで好きじゃなかったら、ただの思わせぶりだったら沼男だね。そうやね。顔が途方もなくタイプで、しかも希少な性癖がガッチ。うわー、これは抜け出せないんじゃないか。確かにね。絶対に抜け出せない。絶対に抜け出せない。抜け出せないでしょう。これはきつそう。俺でも男も沼れそうやけど、ここまで。まあそうやな、もうタイプでみたいな。だからもう見つけられない感だよね。うん、特別感やばいね、それね。顔がタイプって沼だよ、だから全部どうでもよくなっちゃう。いや、でもそこなんかやっぱ強い感じで持ったことないかもな。顔がタイプで沼ったとか、あんまパッと出てこないな。そうやな、だからマジ入り口やからな。入るまでは正直万能すぎて、何されても可愛く見えるけど、付き合うとか体重ねるとか知って、ある程度関係値できた後はもう別にそんなになんか顔がいいから会いたいとかないな。中身で沼ったことあるじゃん。顔は別にタイプでもないけどなみたいな。それけど中身で、まあまあ中身しかないんちゃう。まっとうな大人やった。でも多分こういう男の人が多いと思う。多分それ、それじゃないと沼りはできないと思うで。そうなんだ。そのアクセサリーの域を超えないというか。まあ女性はさ、推しとかの感覚がやっぱあるじゃん。そう、ね、顔が好きで、好きで居続けられる。そう、ね、顔だけで応援し続けられるとかって。だから顔が好きでずっと沼っちゃうのはあると思うな、女性は。
タイプっていうのが一番大きいと思う。他の女の子に見たことないとこ見させろっていうやん、沼田さん。そういうことやと思う。女の子ってあんまそれ当てはまらへん気する。確かにね、うん、距離が近くなるとね、距離が遠いと、だから俺、まさみにずっと沼ってるけど、うん、それはもうずっと遠いから沼り続けれるわけよ、その表面的なところで、長さは、はい、そうそう、まさみ言うな、急に産んだのかなってくらい赤ちゃんみたいに可愛いこれですわ、私。ああ、やっぱ母性、母性タイプ。だからこっちだな、年上に沼るっていうより、こっちだね、母性タイプや。だから私がいなきゃ、どうにかなっちゃうんじゃないのっていう人に、ほわ、だから本当はこっちがどうにかなっちゃう。離れられたらな。うん、でもそういう風に錯覚させてくる男の人っているのよ、やっぱ。なるほど、私がいなきゃこの人ダメなんじゃないかなって思わせるテクというか素質なのか、いる。私はそっちに沼るタイプだね。でもこういう多いんちゃう、こういう人も。私がいなくなったら、まあね、依存されてるようでしてるんやね。そう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 、そういうこと。そういうのはあるよね。ある。チャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで。はい、ということで、女性が沼ってきたね、男性の特徴を今してもらいましたけど、うん、どうですか、ケリーさん。だからもう、なん、そこだよな。何言うかって言ってんだから年上は分かんないな。分からんねや。だ、最後のが一番響いた。どっちが多いんやろな、年上系か。いや、年上が多いんじゃないか。まあ、多い出た年上の方やな。まあでも、沼るという意味ではね、なるほどねって感じだったけど、聞いたことないよね、女子側が沼る男とかあんま俺らやってないからさ。あ、うん、そうなの。安行が沼尾ってよく言われてる理由は何なの。これだから KD 的にはどうなんでしょう。その前に一回自分自己分析ちょっと教えて。そう、まず自己分析さっき言って。自己分析なんか刺すなエンディングで、お前そんな。いや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 、大事なことはエンディングだ。わかりません。怒っちゃったよ、怒っちゃったよ。ちょっと嘘でしょ。いやいやいや、そういう言い方はおもろいやん。でかい声で、うん、ねえ、でかい声で。これがなんで、じゃあこのおもちゃなんで欲しいの。なんでなんで。遊んでるだけって、このいじってない。いじってない。そんなことない。それはそんなことない。今はいじってないよ。いじってだけやって。ギター弾いてるの沼いけどね。そういう、なんかそういうとこ、雰囲気、ね、雰囲気。アーティスティックなことやってる人ってやっぱミステリアスだから沼る。ミステリアスさなんちゃう。世界観が強いみたいな。そう、謎解きたい欲。なるほどね。世界観、そうね。え、でも一個もないから、そのミステリーさが全部出ちゃってるから。確かに、お前だから誰にも沼られへんね。いや、言わんでいい。俺のターンちゃうねんから。ふわり傷つけたね、これ。わかりませんって言うやつを言わんでいいやつ。ニコロチャンネルやろ、これ。いや、まあ、なんか抜け出したい方は皆さんぜひよかったら気をつけてください。確かにね、こういうやつね。そう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 、会ってない時も幸せな気分になれる男を探して。うん。え、ケイリ、YouTube やってるんだよ、俺。やってます。あ、じゃあちょっとケイリのチャンネルも貼ってもらってね。最終更新8ヶ月前。俺らとの伝説の動画は。そうなの、モッパンやっけ。わざわざね、パジャマ持ってこさして撮ったやつがありますけれども。ああ、そうやな。まあ、いつか出します。はい、お願いします。TikTok でも一応貼っとくんで、よかったら見てください。お願いします。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。皆さん、ファニコンって知ってます？お、何ですかそれは。ファンコミュニティなんですけど、祝賀社のファンコミュニティ、ファニコンというものがありまして、これ月額500円ですと。ただね、今毎月イベントやってるじゃないですか、僕ら。そっちのイベントのチケットをファニコンで買うと1000円割引になったりとか、あとは今クエリっていう僕らがメッセージ動画サービスみたいなんですけど、それが1万1000ポイント分のクーポンがもらえるよとか、そんな感じで、だいぶ月額500円なんて関係ねえぞぐらいのクオリティになってきたので、改めて皆さんに存在を知ってもらいたいなっていう。いや、ぜひね、この機会にね、はい、僕らがね、クローズなコミュニティでライブをやったりとか、はい、スクラッチをやったりとか、そうですよ、ね、まあ、そのファニコンの会員さん同士でなんかこう交流できたりとか、そういう場にもなってますので。この間俺、クローズのいいことにお前らの楽地めちゃくちゃ得たからね。やめて。それは普通にやめてほしい。なんでっていう。まあ、そういうね、はい、結構距離が近いね、より距離が近い場所になってますので、うん、今までこんなこと知らなかったよって方いらっしゃいましたら、よかったら概要欄から覗いてみてください。友達できてね。お願いします。はい。ということで、今日も一日お疲れさん。